なんかすごい、なんていうか悲しい気持ちになるね、こうやって見ると。内装というか壁の光沢とかがもう全部剥がれて、なんかドス黒い色になってる。ここ確か、あれ？もっと上か。なんかムシャムシャ言ってんだけど、歩くと。真っ暗なんだけど、中が。どうすっかな。わあ。すごいことになってるな、あのルンド。完全になんかさ、占領されてるよね。乗っ取られたのかな。ここって、あ、今はもう行けないんだ。こっちからも行けるけど。ああ、もう呪術打ってる。こっち行けなかったっけ？あ、いける。ああ、閉ざされてる。やば。ここに確かソラールのサインがあったんだよな。待って、まず開けるか、正門。正門をまず開けよう。これ開くよね。ええー、でっかく雲がいる。完全に悪霊の洞窟と化してるね、あのルンドが。かつての栄光はどこへ行ったんだろう。おお、雲。こういう時はブラッドボーンで。呪い属性か。ダークソード効くぞ。あ、そうだ、一応プラス4まで強化したからな。ちょっとダークソードに盾があるから、別にブラッドボーンみたいに全部攻撃かわさなくてもいいんだ。なんかそいつのさ、上になんかブラッドボーンにいた死者人形みたいなのがいたりするけど、みんな気持ちいい。卵はくっついてる。やばーい。なんだけど、こいつ。隙がないよね、ここ動物系の。ここじゃ攻撃当たらない。今まで呪われる。あのオールランドでこんな敵と遭遇するとは思わなかった。あと一発。よし、アウトリッチのルビー。アウトリッチのルビーって何ですか。Recovers HP from critical attack. はあ、でもいいか。霧が張ってあるね、ボス戦のとこには。ってことはやっぱまだオンスタインとスモーは生きてんのか。俺が倒したよな、そういえば無印で。50ダメージ。50ファイヤーボム使うか。しかないね、こっち。上に呪術をいっぱい打ってくれる輩がいますな。これ、スレディやろ。あいつら、そこに倒さないと。おお。3体？どこで戦うべきだ。これマジ一回倒すか。一箇所にいちゃダメ。
そう、いや、葉っぱ囲まれてる。どうしよう、こんな数を相手にできないぞ俺は。さっき俺が削ったやつどこ行った？奥だ、奥のやつ。やばい。じゃあもうスルーでいいよ。エスト1個しかないんだけど、しかもボス戦、でもボス戦の俺には NPC のサインとかが何もないってことは、なんか聞こえる。エスト1個でボス戦ってどう考えても自滅行為だよね。戻るか。一回帰ってエスト回復してからもう一回来るか。銀騎士復活するからな。まあいいや、さすがにエスト1個は無理だ。霧が張ってあるところでやっぱボス戦だもんな。帰ります。いやー本当にすごい、なんか廃れてるね、あのブロンド。銀騎士をまた抜けなきゃいけないけど結構しんどい。スルーできないかな、これ。スルーしていくか。失礼します。エストを消費したくない、消費したくない。スルースルースルー、霧までなんとか走り抜ければ。無理無理無理。あれでも呪術軍団はもう出てこないのか。いるじゃん。空気間違ったら死ぬ。よし、ボス戦。エウシュイッチ？エウシュイッチなの？エウシュイッチってこいつだったの？俺エウシュイッチってあのあれだと思ってたの、なんかのワームみたいな。こいつさ、グリンドリンじゃない？エルドリッチに飲まれたのか、グリーンドリンが。だからこんな感じになったのか。魔人ブーンってな感じなのかな。例えがあれだけど。やばいやばいやばい、なんで言ってる間に。完全にエルドリッチって。どうしよう、これどこ近づけばいいんだろう。完全に闇属性になってる。近づくしかないよな。ここはミロミロがあるってことはエルドリッチなんだ。消えた。近づけなきゃダメだもん、これ取ってきたら相手の思うんですね。うおー、そっか、グウィンドリンか。あの仮面、仮面っていうか冠、あれ頭装備はグウィンドリンだもんな。だからエルドリッチにグウィンドリンが飲まれて、なに突然変異みたいな感じになって、あんな感じになったのかな。これ白呼んじゃダメですか。白呼ぶか。ちょっとね、
誰も NPC は呼べないからな。マイヤーさんとか呼べればいいんだけどな。でも一回だけ行くか。一回だけ行って、ああもうこれ無理って思ったらしい。エンバー、エンバー。この敵はもうスルーしていこう。おお、すごい追尾してくるよね、攻撃が。なんだこれ、ロック音。ちょ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 、失礼します。一回止めます。